紅白 DA フンク会場一体 USA 総合司会ゆっちゃんとビーリ。後半の幕開けを飾った DA 分布の7人はバックに五木ひろし70、松田聖子56らずらりと引き連れ、親指を立ててステップするいいねダンスで会場を一つに。クライマックスにはボーカルの ISSA40 と共に星条旗型のジャキシードを身につけた総合司会のうっちゃんなんちゃん内村光義54も飛び入り参加。ダンスを完コピし最高潮の盛り上がりとなった。出番を終え ISSA は最高すぎた。後半のトップバッターとしていいスタートが切れたと感無量。内村についても最高の一文字。一生懸命やってくれて本当に嬉しかったと称えた。念願の紅白の舞台だ。3年ぶりの新曲となった USA は独特の歌詞やド派手衣装、7人のレベルの高いパフォーマンスがダサかっこいいと一大ブームに。YouTube の公式ミュージックビデオは1億3000万回以上の再生数を誇り、2018年の音楽界を象徴する楽曲となった。当初は4人組としてデビューしたが、新メンバーを加え7人組となってからは初の紅白。近年は売り上げに苦しむ不遇の時代もあっただけに喜びはひとしお。唯一の初期メンバーである ISSA は常々あいつらに紅白の景色を見せたいと語っていただけに、この日も皆さんが応援してくれて16年ぶりに出られてよかったと噛み締めた。30日の日本レコード大賞のステージでは普段はまとめ役キャラの健三33が男泣きしながら感謝のメッセージを伝え大反響となったが、この日は涙は封印。笑顔いっぱいに駆け抜けた。春には新曲のリリースも控えているという。USA という宝物を携え7人は19年から新たな旅路に出る。